プロ野球すごいやつ列伝6、関根純三。今回はこの4月9日に亡くなられた関根純三氏です。野球中継やプロ野球ニュースなどの解説でおなじみ、ひょうひょうとした語り口が人気だった人です。あんなに優しくて人懐っこいおじいちゃんがなぜすごい人なのか。それは2リーグ以降では投打の二刀流や打者としても大きな足跡を残した人だったからです。元祖二刀流、いわゆる二刀流の元祖、関根純三の投打の成績をご紹介します。その前に略歴ですが、関根は1927年に東京都巣鴨で生まれ、日大三中現日大三高から法政大学へ進み、六大学ではエースとして40勝を挙げています。1949年の4年生秋には来日したアメリカ 3A のサンフランシスコシールズとの試合でも好投しました。プロ野球2リーグ時代の幕開けとなった1950年、パ・リーグの新設チーム近鉄パールス、後のバファローズに入団しました。これは高校大学と指導を受けた藤田昌三が監督になったからでした。入団初年は規定投球回数に達しましたが4勝にとどまりました。しかし翌1951年には開幕投手となり、早くもエースとなりました。53年には10勝、54年には自己最多の16勝を挙げ、防御率も 2.44 とベスト109位にランクイン。55年には14勝を挙げましたが、56年以降球威の衰えが現れ、57年に打者に専念することになりました。投手として実働7年間で65勝94敗、防御率 3.43 という見事な成績でした。この間二刀流を発揮、打者としても活躍し、規定打席不足ながら52、53年には3割を打っています。投手通算65勝、打者通算1137安打、投手で50勝以上、打者で1000安打以上という選手は2リーグ以降では初めての快挙です。1リーグ時代を入れても60勝1717安打の中日の西澤道夫しか達成していません。他に10勝1000本安打達成者は巨人の川上哲治、阪神の藤村文夫、毎日の呉正幸、中日の野口明、大前の田宮健次郎の5人しかいません。1リーグ時代には二刀流は結構いました。例えばタイガースの影浦翔、セネタース阪急の野口二郎、巨人の川上哲治、中日の西澤道夫などです。また現在では日本ハムからエンゼルスに行った大谷翔平が有名ですね。しかし1950年以降の2リーグ時代になってからはどちらか一方に専念するのが普通で、関根のように投げては2桁勝利、打っては3割という選手はいなくなっていました。後年関根と同じ近鉄に長渕洋三という選手が現れましたが、すぐに打者に専念してしまいます。関根はまた2リーグ以降唯一の防御率と打率双方のベスト10入りを達成しています。さらに投手と野手両方でオールスターに出場を遂げています。これは2013年、2014年に日本ハムの大谷翔平が達成するまで関根が唯一の記録でした。ちなみに関根はオールスターには5回選出され、53年に投手で、残る4回は野手で出場しています。近鉄打線を支える、1957年
30歳の関根は4月3日開幕5戦目の西鉄戦に先発するも5回途中でノックアウトされます。すると芥田武雄監督に自ら打者専念を申し入れ、2試合後の阪急戦から5番ライトで先発出場。いきなり猛打賞、翌日は2安打、翌々日にまた猛打賞と打ちまくり、シーズンを通して主に3番を任され、125試合に出場し、リーグ9位の打率2割8分4厘、打点39、本塁打6本をマークしました。実はこの年パ・リーグで球団3編成の動きがありました。2リーグ分裂後、セ・リーグ8球団、パ・リーグ7球団で発足しましたが、セ・リーグはその後整備され6球団となっていました。それというのも両リーグとも首位と最下位のゲーム差が40ゲーム以上も離れていたので、球団を減らし戦力差を少なくしようとしたのでした。パ・リーグは54年に8球団になっていたのですが、ダイエースターズと高橋ユニオンズが合併しダイエーユニオンズとなり、57年は7球団でスタートしました。もう1球団減らそう、最下位チームを減らそうということになったのです。もし近鉄が最下位だったら6球団化のため消滅は免れなかったのですが、関根たちの頑張りで57年近鉄は6位となり、なんとか消滅は避けられました。結果最下位のダイエーは毎日に吸収され、ダイマイオリオンズ、現千葉ロッテマリンズとなり、パ・リーグも6球団になったのでした。58年は怪我のため59試合の出場にとどまったものの、59年から近鉄は千葉茂監督を迎え、球団名を千葉茂の愛称猛牛にちなんでバファローと変えました。それもあってか関根は人一倍頑張り、打率2割9分1厘を叩き出したのです。60年は2割8分2厘、61年は2割8分1厘と主力として近鉄打線を支えました。62年は打率3割1分という生涯最高打率をマーク、打点49、本塁打9本という大活躍を見せました。63年は打率2割9分6厘、打点66、本塁打12本という大活躍。62年はベスト108位、63年はベスト106位と、猛者の多いパ・リーグでも有数のバッターとなったのでした。しかし東京オリンピックイヤーの1964年には成績が落ち、翌65年に読売ジャイアンツに移籍しました。巨人入団とともに16年目、38歳で初のリーグ優勝を経験。南海ホークスとの日本シリーズでも代打としてヒットを記録しています。しかし関根はこの年限りで引退しました。なおこの年から巨人の歴史的大偉業9連覇が始まったのでした。監督、コーチ、解説者、引退後は日本放送解説者を経て、1970年日大三中法政大学近鉄を通じて同僚だった根本陸央監督の要請で広島東洋カープ一軍打撃コーチに就任。山本浩二、衣笠幸男、三村敏之、水谷佐根男らを育て、後の広島黄金時代の礎を築きました。特に門限を破った衣笠を玄関で待ち構え、それから素振りをさせたという申し道ぶりは語り草となっています。1975年には現役時代から親交のあった長嶋茂雄監督の要請で巨人ヘッドコーチに就任しましたが、同年は球団史上初の最下位に終わりました。1976年には2軍監督となり同年解任。1977年からは再び日本放送解説者に復帰すると、1981年オフ、
長嶋の監督招聘を働きかけていた横浜大洋ホエールズに長嶋監督が実現したら交代するとの条件で監督に就任します。投手の遠藤和彦、野手の屋敷要、高木豊らの若手育成に尽力しました。辻康彦、加藤俊夫、福島久明の保守3人体制を編み出し、2年目の1983年にはレオン・リーと加藤博和をトレードで獲得し、チームを4年ぶりの A クラスに導きましたが、結局太陽長嶋監督は実現することなく1984年に辞任し、近藤貞夫に監督をバトンタッチ。近藤は屋敷、加藤、高木をスーパーカートリオとして売り出しました。1985年からは初めてフジテレビの野球解説者に就任し、再度日本放送解説者を務めた後、1987年にヤクルトスワローズの監督に就任しました。スワローズでは実に池山貴弘、広沢克己、栗山英樹、新井幸雄、内藤直幸、伊藤昭光、荒木大輔、畑真嗣、戸間野健二らを積極起用し、後任の監督野村克也に引き継がれるレギュラーさん選手たちを育て上げ、後の黄金時代の礎を築いたのでした。特に池山には三振しても下を向いて帰ってくるなと指導、空振りを恐れない豪快なスイングでブンブン丸と呼ばれるようになったのでした。1989年限りで辞任した後はもっぱらテレビラジオの解説者として活躍。そのひょうひょうとした語り口、愛嬌のある表情でお茶の間の人気者になりました。解説者としても様々なエピソードがあるのですが、それは別の機会に譲ります。2003年野球殿堂入り。2020年4月9日老衰のため逝去。二刀流の元祖として活躍し、プロ野球をぐっと身近にしてくれた関根純三氏は、あの人懐っこい笑顔とともに私たちの心の中に生き続けることでしょう。以上、プロ野球すごいやつ列伝、関根純三でした。ご視聴ありがとうございました。